皆さん、ブルートゥースイヤホン探しておりませんか？こちらめちゃくちゃコスパがいいです。音も途切れないし、パワフルな重低音。ペアリングめちゃくちゃ簡単。かっこいいケースにイヤホン。見てこのテカリ感。めちゃくちゃおすすめなので紹介します。ブルートゥースイヤホン。TWS-TQ。こいつ一体フル充電にできちゃいます。もう本当はイヤホンにしてる。カメラ OK、 音 OK、 やっちゃ OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、で今回はですね、 Bluetooth イヤホンというものをこういった内容でご紹介していきたいと思います。皆さんはどういうところを購入する際に気をつけていくでしょうか？まず Bluetooth、使っててね、もう音がブツブツ消えてたら、こんなのやってられるかってなりますよね。以前に買ったことあるんですけども、 Bluetooth の電源をつけて、スマホで Bluetooth 接続つけてからので、やっとできるみたいな。あれでも繋がらないわ、もう一回やんないと、あ、こいつつけてるからこいつ優先されるんだってことで、もう一回設定して、もういいよ。設定がまず簡単、そしてあんまり途切れない、何よりも安いこと、ここが重要です。じゃじゃん。はい、というわけでですね、ジョイハウスから出ています TQ ワイヤレスイヤホンです。監督が購入したのは2020年モデルとなっております。はい、こちらちゃんとパッチンタイプでピーッと開けます。巾着袋ですね。説明書と完全日本語ですね、両方ともかなり細かく書かれております。あとはケーブルですね。替えのイヤーパッドが入っております。気になる本体、じゃじゃん。まず皆さん、あれって思いませんかね。充電器もセット同梱されているものです。でこちら今30と書かれているこの LED ライトの30、こちらモバイバルバッテリーとしても利用できまして、ではここ剥がしましょう。表面はですね、結構ツルツルで、裏がですね、指紋が残りにくいサラサラした感じのものです。この本体を充電するものと、あとはですね、充電するもの、例えばスマートフォンですとかもですね、こいつ一台でフル充電できちゃいます。もう本当はイヤホンですか、あなた。お、あ、いいですね。あ、いいですね、この輝き方。はい、でこちらです。この部分を剥がしていきましょう。ではこちらがですね、イヤホン本体ですね。このフィット感っていうのは結構重要ですね。入りづらいというところはないかと思います。右、はい、というわけで、うん、なるほどですね、こういう感じになります。で問題はこれで動いて大丈夫なのか。はい、大丈夫ですね。今のところは動いて外れるということはなさそうです。とりあえずフィット感はグッドです。はい、でここからですね、本体の仕様等をですね、ご紹介していきたいと思います。でまずこのイヤホン本体、Hi-Fi というですね、高音質な音質ですね。 8mm のスピーカーユニット、低音から中音域まで幅広くバランスよく音質を流せるそうです。でこの接続方法に関しては最新の Bluetooth 5.0 です。さらにノイズキャンセリング機能もついております。で続きまして、イヤホン本体よりも存在感があるこちら、イヤホン充電器かつモバイバルバッテリー、大容量でわと分かりやすいこの LED ディスプレイ付き、いいね。こちらにですね、イヤホンをセットすることで約 3,4 時間の音楽をイヤホンで再生することができます。なんとこちら大容量 6000mAh です。本体はですね、コンセントに挿して充電した場合、ここが100に変わるんですけども、なんとですね、36回も充電できちゃいます。ということはですね、最大まで充電すると、なんと260時間も持たせることができるんですよ、イヤホンを。いや、すごすぎますね。で何よりもいい点がですね、充電器にもなるということで、ここに接続することによって、例えばこの長距離の移動とか、もう長旅とかにこいつ1本あるだけで、もうイヤホンプラスモバイバルバッテリーとしても利用できるので、もうかなり使えると思います。こちらの重さなんですが、監督の持ってるスマホと比べると、こちらiPhone 8 Plus です。うん、 iPhone より軽い。端末のペアリングですね、イヤホンケースからイヤホンを出した瞬間に自動的に自動接続します。なので毎回そのオンオフをする必要がなく、イヤホンから取り出した瞬間にもう速攻で自動接続される。詳しい操作に関してはちょっとこの後に紹介していきたいと思いますが、再生とかオフとか次の曲とかも簡単に操作することができます。実はですごい小さいので、こちらにですねマイクがついておりまして、つけたものですね、あ、そう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 っていう形で、これ一つあれ
だけでハンズフリーで通話を楽しむことができます。で本体に関しては一つ 5.4g フィット感が良かったです。長距離のマラソンとかもですね全然つけれます。まあそのサイズ感がちょっと合わなかったら替えのですねイヤーパッドをつけて自分に合うサイズにすることによってもうフィット感がさらに増すかと思いますので、その調整もできますの でさらにその防水設計もされております。ダンスやランニングで汗をかいたりですとか、ただしお風呂場ですと時計の関係で壊れてしまうので一時的な水タイプの攻撃だったらこいつ防げます。さらにですねこちら12ヶ月の保証期間もついておりますので、そのうちにちょっと壊れちゃったって方はですね返品ですが修理ですがも対応してくれるそうです。では早速ペアリングをしていきたいと思います。まず蓋から出しますとへかってますね。こいつを出した瞬間にも探し出します。来ました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 。こちらを押すことによってというわけで今後ですねケースから出した瞬間にもスマートフォンに接続されますので、こちらからも音楽が聞けちゃいます。ちょっと聞いてみましょうか。ちょっと YouTube 見よう。はい、もう聞こえてます。はい、というわけでですね、とても簡単に Bluetooth 接続が体験できます。こちらのですねイヤホン本体なんですが、ケースに入れて電源オフ、ケースから取り出して電源オンとなります。でそれ以外ですとここのですね大きい丸い部分を6秒間ですね押すことによって電源オンオフというものも簡単にできます。音楽を停止したいときは1回タップ、音量を上げる際はですね右のイヤホンを停止中に6秒間押すと音が上がり、左のイヤホンを6秒間押すことによって音を下げることができます。さらにですね次の曲に行く際はもうポンポンとやれば次みたいな感じです。もちろん前の曲にすると、まあ、こっちですね今度は左ポンポンとやれば、前の曲に行きます。通話ですねこいつでかかってきたら音が鳴るので、ポンと押したらもうそのままもうマイクついてるのでもう会話はできちゃいます。で終了するときも一回ポンと押すことによって切断されます。じゃあ Siri も対応しておりまして、 iPhone をお持ちの方ですねこちらをですね 1,2,3 って3回押すことによって Siri を起動させることができます。間違って操作した場合はもう3回押すことによって戻ります。それではですね使ってみた感想ってのもですねやはり気になると思うんですよね。例えばその一回今は紹介しただけなんですけども、実際に使ってみてどうなのかというところですね、約1週間程度ちょっと使ってみまして感想を語っていきたいと思います。では1週間後の自分にバトンタッチ。はい、お久しぶりです。実際に使ってみてのレビューです。前回ですね紹介しきれなかった部分がまず一つありました。はい、今見ると液晶のパーセンテージが分かりません。裏に丸いポッチがあるんですよ。こちらこの丸いポッチを触れることによって押しますよ。はい、このくぼみをですね押すことによってはいこうつくことができます。はい、実際使ってみてまずメリットなんですけども、音楽再生もうめちゃくちゃいいです。結構使っております。例えばですね地下鉄とか電波干渉を受けやすいところに行った状態でつけていましても、音がですねプツプツと途切れたりですね接続が途切れてしまったりということはですね全くございません。これは想像以上でした。続きましてあと音質ですね。このですねイヤホン重低音が効きます。まあ、どうせ安いんでどうせしょぼいんでしょって思うかと思うんですけども、全然そんなことありません。むしろめちゃくちゃおすすめです。想像以上に聞いております。ちゃんとダンブンブンブンっていうね音はしっかりと聞こえますので、この価格でこの充電音はなかなかのすごいクオリティかと思います。はい、であとねこの充電してる時に赤く光るんですよ。こういう感じで、はい、こういうボワーンボワーンって充電してるんですよ。ちょっとしたセンスを感じる演出って大好きです。あとですね現在監督なんですが、TPL10 Pro というですね Android にですね変えたんですけども、接続がめちゃくちゃスムーズ。 Bluetooth をオンにした状態でこのイヤホンをですね両方とも外すと Bluetooth のところに出てきますので、そこをタップするだけで接続一発 OK でできちゃいます。この手軽さは最高です。でこちらやはりその Bluetooth イヤホンとしての使用と、あと充電充電器としてもかなり使えます。今まではですね監督充電器を持って外出時に行ってたんですけども、こいつがあるだけで Bluetooth と充電器をですねこの2つね装備できるので充電器持ち運びしなくなりました。まあ、こいつが充電器なんで。はい、続きましてデメリットなんですけども、そうですね監督体感した限りそこまで致命的ではありません。まずですね取り出す時ですねちょっと癖があるんですよね。一応くぼみにはなってるんですけども、
まあね、落とさないように、はい、例えばですね、地下鉄なんかでこちらをですねつけるときは、その慎重にね、落とさないようにね、あーって落としたらもう嫌なんで、はい、もう一つのデメリットなんですけども、こちらはですね、普通の人は体感はできないと思うんですけども、こういった動画の編集をしている人は、コマ単位で映像をカチカチとするんですよ。 YouTube などの動画を見ると、ちょっとだけ遅延があるかなと感じました。多分 0.2 とか 0.3 とかそれくらいですね。で、細かい作業をしている編集マンに関しては、ずれてるかなって直したくなるよっていう感はあるんですけども、動画を作る側ではなく見ている方に関してはですね、全く気にならない遅延かと思います。はい、というわけでですね、こちらジョイハウスさんから出ております TWSQT、 めちゃくちゃおすすめですので、もし興味がある方はですね、下の概要欄に Amazon のリンクを貼っておりますので、見ていただければなと思っております。かなりこちらはですね、活用しております。